はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画を配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、年末にね、運動が幸福感を増やしてくれるというお話の最後にですね、ウォーキングがいいですよとお話ししましたけどもね、一定のリズムをね、刻むことができるウォーキングとか、ダンスでもいいんですけども、リズム運動ですね、それがいいですよとお話ししたんですけども、過去にね、ウォーキングのお話をねしたことがありますけども、主に血液の循環や脂肪の燃焼にこうフォーカスしたお話でした、その時はね。ほんで先日のお話は幸福感をより得ようということにですね、こうフォーカスしたお話でしたね。でそんな幸福感を得られるウォーキングなんですけども、どうせやるならやっぱりね、心も一緒に体も一緒にね、健康になりたいよねということなんです。ということで、今からお話しするウォーキングのやり方で皆さんの幸福感が出る上に健康寿命が延びる可能性がありますよっていうお話がをするんですよ。人はね、20代をピークにね、加齢とともにですね、筋肉、パワーですね、あと持久力、スタミナですね、それらがね、こう年々ね、減っていってしまうんですよ。こうやってね、筋力はですね、毎年約 1% ずつ低下していってですね、60歳では20歳の頃のね、約ね 60% ぐらいしかありません。持久力もですね、60歳では20代の頃に比べて 30% も低下してしまいます。そしてね、歩く、立つ、持つなどのね、体を使う活動の総量を指すその身体活動量、体力なんですけども、それがね、20代の 30% 以下になるとですね、日常生活のために必要な動作をね、することがね、困難になると言われています。つまりね、寝たきりになる可能性が高いということなんです。しかしね、この 30% のラインをね、70歳で超えてしまう人もいれば、90歳手前までね、こう超えない人もねいます。この違いはね、運動の習慣にあります。海外の研究ではですね、日頃から何か運動をしている人っていうのはですね、特に運動してない人に比べて 30% のラインをね、下回る期間、健康寿命ですよね、それがね、約15年も伸びていると報告されています。運動習慣の効能っていうのはですね、年齢とともに低下するその筋肉の量を増やして、今度は低下してしまう筋力と持久力っていうのをね、維持することなんですよ。特に全身の筋肉のね、 60% から集中する下半身を鍛えることがね、重要です。下半身のね、筋肉の衰えっていうのはですね、身体活動量の低下だけじゃなくて、生活習慣病を招くという説がね、こう世界のこのスポーツ医学界のね、時代の流れになりつつあります。加齢のね、運動不足で筋肉の量が減るとですね、筋肉の中にも存在しているミトコンドリアっていうのがあるんですよ。それが衰えが原因となって、体の中で炎症を引き起こすね、炎症性サイトカインという物質がね、分泌されるからなんですよ。ミトコンドリアというのはですね、体の全ての細胞の中にね、100からね、2000個程度ね、存在していて、カプセル状をしていてね、この中にね、いくつものね、組織が集まっているもののことなんです。食事からね、摂取した栄養とね、呼吸から得た酸素をね、使って体を動かすエネルギーを作っています。年齢が増すことにね、体力が落ちてしまうというのはですね、ミトコンドリアが衰えて活性酸素を出し始めるからなんです。さらに最近の研究ではですね、そのミトコンドリアが衰えることで炎症性サイトカインが分泌されて、それが免疫細胞で炎症を起こせばね、高血圧になり、脂肪細胞で炎症を起こせば糖尿病になって、脳細胞で炎症を起こせばうつとかね、認知症になるという考え方がね、示されています。サイトカインとはですね、主に免疫系細胞からね、分泌されるタンパク質なんですけどもね、細胞間と細胞間の情報の伝達を担う役割をする物質なんです。そして炎症性サイトカインというのはですね、炎症反応を促進させる働きを持つサイトカインのことなんです。つまりですね、炎症しなさいっていう神経伝達物質をね、バーって送るんです。その炎症性サイトカインってね、怖いように聞こえるんですけどもね、
例えば免疫に関与してその細菌やねウイルスっていうのが体の中にね侵入した際にですね、それらを攻撃してくれる体を守る重要な働きをします。なのでそんな大事なミトコンドリアが減ってしまって炎症性細胞が増えてしまうということはね、良くないことなんです。しかしね、ミトコンドリアは何歳からでもねこう増強することが可能なんです。あのウォーキングやね、あの自転車漕ぎなどのね有酸素運動の合間にですね、あのきつめの運動をね挟むとですね、体がエネルギー不足を感知してこう合わせてミトコンドリアを増やそうとしてくれます。まあ、このような感じでですね、下半身の筋肉量を増やしてミトコンドリアを活性化するにはですね、体力を維持するだけではなくですね、様々な病気の予防になるんですよ。では下半身の筋肉量をね効率よく増やすにはね、どのような運動をすればいいのかと言いますとですね、あの筋力はね速筋、持久力はね遅筋というね、別々の筋肉の筋力によってね体は支えられています。でこの2つの筋肉を増やすにはそれぞれの別の運動が必要なんです。あの筋力を支える速筋に必要なのはね、無酸素運動といわれる、まあ、いわゆる筋トレです。で一方持久力を支える遅筋を鍛えるのはですね、ウォーキングなどの、ね、酸素を多く使う有酸素運動ですね。この両方の運動を同時にできるのがインターバル速歩という歩き方なんです。これを5ヶ月間続けるとね、体力がね最大で 20% 上がると言われています。やり方はね、息が上がるぐらいのね、まあ、きつめの速歩きとゆっくり歩きっていうのを交互に3分間ずつ繰り返して1日30分、まあ、5セットぐらいですね、それをねします。1日30分でいいんですよ。これはね週4日程度でね OK なんでね、まあ無理なく続けることができそうですよね。あの少し息切れするぐらいの早歩きのスピードっていうのはまあ人それぞれですけども、あのもう限界やなって感じる最大の体力の 70% 以上のきつさっていうのを目指して大股で歩きます。まあ、体力に自信がない人っていうのは、まあ、早歩きを 1、2分、ゆっくり歩きを 1、2分で最初は慣らしていきましょう。まあ、ここで重要なのはですね、週にトータル120分歩くうちにトータル60分間早歩きを行うことにあります。まあ、きつめのね大股の早歩きにはですね、あのスクワットなどのね筋トレとね同じ運動効果があるそうです。あの最大酸素摂取量のね 50% 以上のね強度の運動をするとですね、血中のね乳酸濃度がね上がり始めて、筋肉の増量にね働く成長ホルモンっていうのを出したりですね、アミノ酸を取り込んで筋肉をね修復してね筋肉を増やすような働きになります。あの単純にねウォーキングだけではですね、最大運動強度のね 40% 以下なので、1日1万歩を続けてもね筋肉はね増えません。インターバル速歩をね5ヶ月間続けるとですね、体力は最大 20% 上がって、生活習慣病の指標はね 20% 改善されます。これをやってね、あのうつ傾向の人とかね慢性関節痛の人もね、もう半数の、ね、症状がね改善したと言います。認知症のリスクなどね下がることもね8700人ぐらいのデータで、ね、実証されていることがねありますのでね、できればこのインターバル速歩をね実践してみてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。